卵は川上美恵子による日本の中編小説第138回芥川賞受賞。芥川賞候補にもなったデビュー作私立院派または世界の第2作にあたる。本作は文学界2007年12月号に中編小説として掲載され2008年に芥川賞を受賞した。同年の文芸春秋3月特別号に再掲された。 樋口一葉の影響を色濃く残す、開業なしで当店によって区切られ、延々と続く文体が特徴的である。芥川小選考委員の池澤夏樹は、本作の選評で文章が良い。読んでいて声が聞こえてくるような、滑らかな大阪弁絡み、それでいて抑制が効いた文体だった。また、母に対して口を聞かない娘、その壊れた母子が東京に来て、 母の妹と暮らし、最後は娘が口を利くようになり、大阪に帰るというカタルシスに至るまでの短編としての構造が巧みだったと絶賛した。また、川上はブログ、純粋非正批判で、たびたび本作の解説をしている。法教手術を受けるため、大阪から母マキコと娘の緑子が、私の住む東京にやってきた。 度重なる要因で気を病んでいて、包教手術しか眼中にない薪子と反抗期の緑子のコミュニケーション手段は筆談だった。緑子は思春期に入り、所長を迎え、胸が膨らみ、陰謀が生えてくる自分の体への不安や薪子への批判を日記に書いたり筆談で薪子に伝える。薪子の妹である、私は薪子の悩みや親子の会話を見て心配し続ける。 ある日、マキコは、包共手術のカウンセリングを受けに行き、帰ってこなかった。それが元で、母子館で感情をぶつけ合う葛藤劇に発展する。互いに卵を頭にぶつけ合い、泣きながら口論するマキコと緑子。ここに来てようやく親子に開口があった。ありがとうございます。